マルサンホビー動画チャンネル、TT02、トヨタセリカ GT4 ST10165 のご紹介です。箱の中身はこのようになってます。組み立てキットの TT02 の、シャーシに、あと塗装済みのボディですね、これが白いボディになってます。でポリカーボネートで色を塗ってあって、スモークもかかってますの で、あと嬉しいことにボディマウントの穴ですね、あとタイヤのところの、ちょっと難しいこの穴なんかも開いてます。スモークもちゃんときれいにかかってます。で残りの赤いところはこの、ステッカーで、タミヤのステッカーは薄くてよく伸びますんで非常に貼りやすいようになってます。これは上から貼るタイプですね。ボディの塗装が一番時間かかりますんで非常に、嬉しい配慮ですね。で TT02 のこちらがフレームの、モーター周りのパーツです。足回りのパーツですね。これがサスアームのプラパーツ と、これがバンパーとかの、部品になります。であとこれがシャーシですね。プラスチック製ですけど非常に剛性があるタイプです。でラリーカのホイールっていうとこの、オズタイプのホイールのタイプが一番、ファンの人が多いんでこの点がついてます。で、TT02 ラリー系なんですけれども車高が少し変えられます。で、大概はターマック舗装路のラリーを想定してこれはラジアルタイヤになってますね。でこのプラパーツですね。あとは組み立て順に、タミヤのA、B、C ですね。これはそれぞれ組み立て順に部品にバラになってます。こちらの GT4 は長らく発売が再販が望まれてたタイプで、1990年に、カルロス・サインツですね、選手が、当時にドライバーズチャンピオンを決めたもう栄光のトヨタの立役者の、ボディがそのまんま形になってます。非常に人気があるタイプですね。でカルロス・サインツは今息子さんが去年からフェラーリの F1 に乗ってる有名選手ですけれども、お父さんがまずこのモータースポーツで切り開いてきました。非常にレジェンドになってる名選手になってますね。で一応このタイプなんですけれども、セリカは割とあと隠れたマニアの、人なんかだと私を好きに連れてってに、劇中に出てきた車でもありますんで、そっちの方面の方にも非常に人気があります。で TT02 は一番ラジコンとしては作りやすいタイプになってますんで、慌てないで絵の通りにですね、部品を組み立てていきます。普通のサイズでやりますんで、タミヤの場合は組み立てを確認しながら作っていただければ、そのまま、時間代かけてやればできます。せっかくボディが色塗ってありますんで、じっくり車体をつけたいとこですね。であとこれが組み立てキットなもんですから、この途中で送信機受信機のセットですね。おすすめはこういう別売りですけれども、この双葉の、送信機受信機で、こちらは、ブラシモーター用のスピードコントローラーサーモがついたセットですね。これ が一番おすすめです。で合わせてバッテリー充電器ですね。最初は日課のタフのタイプのこのセットとかが一番おすすめです。で組み立てにはぜひこのタミヤでラジコンツール用の8本セット、これがあると非常に作りやすいです。いろんな組み合わせがついてますんで、これ一つで全部組み立てはできます。ぜひ用意しておきたい別売り品の工具セットですね。あとはそれを乗せていきます。でこちらでサーボの取り付けですね。部品的には四輪駆動ですけれども、コンパクトにまとまってますんで作りにくいところはないですから、慌てないで作ってください。あと一度作っておしまいじゃなくて、ギア表を変えたりとか他のオプションパーツなんかも展開してできるようになってます。ラジコンの TT02 はラジコンの商品の完成から組み立てから一番出てる車体になりますんで、ぜひ初めてラジコンをやってみたい、作ってみたいっていう人なんかは一番うってつけのツーリングカーで、いろいろこれから発展させてやることもできます。ぜひチャレンジしてみたいなっていう人は塗装も済んでますので、おすすめの1台になりますんで、ぜひ初めての人はチャレンジしてみてください。合わせて、動画チャンネルの、登録もお願いいたします。いつもありがとうございます。